ハンセン病への理解を深めてもらおうと、岡山県にある国立ハンセン病療養所に勤務していた医師が、今日尼崎市で講演会を開きました。この講演会は、ハンセン病になった人たちが受けた差別や偏見の歴史を知り、理解を深めてもらおうと尼崎市などが企画したもので、岡山県にある国立ハンセン病療養所奥光明園で勤務し、園長を務めた医師の畑野健太郎さんが講師を務めました。ハンセン病は雷菌によって末梢神経が麻痺する感染症です。感染力も弱く、現在の環境では感染することはほとんどありませんが、当時は後遺症や症状が外見に現れることから、患者は強い偏見と差別にさらされました。今日の講演会で畑野さんは、療養所での暮らしや患者が強制的に収容された背景に触れ、ハンセン病問題とはハンセン病自体ではなく取り巻く社会、私たちの問題だと語りました。病気という理由で、様々な縁を断ち切られた人たち、家族との縁や自分のコミュニティとの縁や社会一般との縁や自分の可能性との縁や自分の未来や子孫との縁を奪われた人たちなんですね。家族と一緒にいてる、好きな人といてる、外で普通に友達と遊ぶって言って、そういう基本的なことが奪われるって本当に誰がそれを犯してもいけないことだし、なんかすごく憤りというか怒りが出てきますよね。全然知らないことだらけだったんで、はい、やっぱりもっともっと知った上でちゃんと人にも説明できるようになりたいなって思いました。会場では元兵庫県職員の古林海月さんが奥光明園などの入所者への聞き取りをもとに描いた漫画麦バーの島のパネル展も今月30日まで開かれています。